コンビニスイーツの食レポでございます。こちらはですね、トローリ冷やしみたらし210円の3割引きは63円引きでございます。はい。ちちちちちち、いくらええー、だいたい150円ぐらい。みたらし団子128円の3割引きは39円マイナスなので、まあ、90円弱。あとはですね、まあ、ちょいちょい。 えなんだろういろはすを買ったらなんか次の週には1リットルのいろはすがもらいますとかなんかちょっとよくわかんないなんかキャンペーン7でやってるので今ちょっとハマってますでこのみたらし団子がですね私はむちゃくちゃお気に入りでこれすごいおいしいんだよ一回これで半額っていうので行く時間によって半額だったり えー、3割だったり、まあもちろん3割の時に行けば、あの、ものは多い。いろいろ選べるんですけど、3割で妥協して買う人に取られたら終わりです。で、半額の時まで残ってたらもうラッキーですね。で、何にも半額とか、だから先に買ったら、それを見つけて買った人がいたらもう何も残ってないっていう、結構ね、 リスキーですよ。コンビニだったらいつでもこれはあるだろうっていうやつが、その値引きを狙うと買えないっていうね。うん。賞味期限はどうなってんだろう。えっ、ー、と、その日に食べる分には別に関係ないと思うけど、午前3時ぐらいの賞味期限のやつが値引きの対象になってる。これとこれの違いがどうなのかっていうのをちょっとありしたいんで。 これね、むちゃくちゃ食べやすくて。この。パックが。すごくいいんだよ。ここちょっと、三脚なし。うん。うん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 。うん、うんうん、うん。 今、みたらし団子のたれみたいなやつが、ボトって落ちた。うん。うん。甘いものあんまり好きじゃないんですけど、こういうなんか甘じょっぱいやつは、まあまあ、どっちか、あの、これ、これ、中に、これ、初めてなんですね。 だからここ何か膜があるのかと思ったら幕はございませんコンビニに行きまくってる人からするとあそれこれって思うかもしれないんだけど私はめったにコンビニにコ,コンビニに用事で、ね、お金を支払うとかポスト出すとかそ行くことはあってもコンビニでものを買うことあんまりないので特に食べ物。 お弁当とかなんか買わないからでもなんかあの食レポ食レポですねこれどんな感じなんだろうこう串になってるのとうん串になってるやつと串になってないっていうだけですねうん 好みの問題だなんかさ食べやすいのはこっちの方が食べやすいかもしれないけれどもこのドロッとしたみたらしが多すぎてこのこのみたらしが好きな人はこれの方がいいかもしれないけど値段を考えてあと食べうーん。 食べるですねその落差加減これの方が全然食べやすいよこれいちいちスプーン自分で持ってきてさうん,んこの醤油みたいなやつがそんなにいっぱい,いなくても私はいいのでこの白玉を楽しむみたいなあーうん あの日はこっちの方が好きだねうん噛まないとどうにもならないやつで食べるのきついねうんうんああこれはこれはちょっとくどいな あーでも憧れててこれすごい買ってみたいなと思ってたんでみたらし団子のこれは美味しいっていうのが分かって見つけると買っていっついでにね見つけると半額じゃなくても買ったりとかするたまにねこれでも行ってもない時とかもあるからさでこっちを。 行ってなかった時にこれを見た時になんかいいかもってでもこの白樺の中に何かが入ってるっぽい感じがしたんだようんうん,とうん味は全く同じです こうやって食べるか自分でスプーンで食べるかあとこのあんが多い方がいいのか別にって思う方これだけでも結構十分な感じなのでな好き好きって感じですねいやーなんか憧れてたんでただそんなに食えないねこれ食べてこっちも全部食べてこのあんも全部食べてはちょっときついですね はあ、なんかこう疲れてる時のコンビニスイーツはなかなか癒しになりますね皆さんもいかがでしょうかセブンのコンビニスイーツお3割引きだから買ったのかよってそうでございますクオ・カードは死ぬほど持ってるんですけれども死ぬほど持っております死ぬほど売るほどまあ売れないのかクオ・カードって持ってるんでございますよここに ここに最近来たやつだけでもこのか、この、この中にこんなカラカラカラってあるぐらいあるんで別にコンビニでケチる必要がないんだけどなんか魂だね。山と魂じゃない。あ、でもさ、老後の、老後のためにすっげえお金に困った時にタンス貯金じゃないけどタンスクオカードみたいな感じでクオカード持っとこうかなとか最近ちょっと考える。 ちょっと考えるあこの先、なんか、どんどんなんか世の中が変わってきて、もらえるお金とか年金とかは大して変わらないのにもかかわらず、円安とか物価高とかが襲ってきて、うーん、なんかこう、先行きが不透明だなって思ったときに、なんかこう、こう、クオ・カード取っといて、なんかあったときに、コンビニに行って、自分の、な大体何でも売ってんじゃん。 スーパーとかなんかあれでお金を使うのがちょっとっていう時になんか貯めとこうかなみたいな私 <laughs> 商品券の期限のない商品券みたいなやつ貯めとこうかなって思ったりとかうーんなんかひそかに考えたりとかするけどでもねあんま保守的になんか考えすぎるよりもあの気楽に生きてた方が結構なんとかなるお金の問題はなんとかなるのよ なんとかならないのは健康でございますなのであんまり自分の好き勝手に食事とかもいろいろね好き勝手に自由気ままにもう野放しでやってる制御なく自分の好き勝手に生きてると後の付けがガーンってくるよってところはちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います自由気ままに自分の好きなだけ好きなことを好きなタイミングでやってる人っていうのは あからゴーンってくるぞ、そのつけがくるぞっていう感じ。まあ、まあそんなもんです。はい。ということで、本日は、みたらし団子と、これは、とろーり冷やしみたらし。もう名前がさ、みたらし団子、とろーり冷やしみたらし。うん <laughs>。同じようなもんじゃんかよ。うん値段が、 128円ととろり冷やし210円わ、まあ、まあまあまあてわんわんわトとろりみたらしのとろり冷やしの方はこのあんがちょっと丸,丸い容器の中に多く入ってますよー的なまあ値段もそんなに、まあ、90円ぐらい販売の価格で90円ぐらいみ、まあ、たらしのちょっとぬーっておい,いっぱいあるやつを。えー あげ,あげるツアンスみたいな感じですかね、うん、これはあのあのスイーツの中でもですねあの甘いものがちょっと苦手な方でもいけちゃう感じでございます。ということでご視聴ありがとうございました。